もう本当パテ職人みたいになってますね、私ね。もうパテですね、これは本当に。皆さん、こんにちは。アイリーです。今日はですね、ちょっとね、今日もすっぴんからのスタートなんですけれども、先日ね、シミの治療に行ってきたんですけど、そこから今3日経ちました。はい。で、今はまだかさぶたらしきものが残ってます。はい。まだ取れてないですね。で、真ん中のこのね、シンボルシミは、あんまり反応はしてないんですけど、まあ多少黒くなってるかなっていう感じですね。はい。なので今日はこのね、シミ治療をした後のメイクをご紹介しようかなと思います。って言っても、そんなに大したことやってないんですね。大したことはやってないんですけど、もし何かの参考になれば嬉しいなと思って、はい、ご紹介していきます。はい、それでは、スタート！で、今、スキンケアまで終わっています。これは病院でも言われたんですけど、治療した後は少しね、お肌が乾燥気味になるので、保湿をしっかりしてくださいって言われました。なので、いつもより余分にっていうか、いつもよりちょっと丁寧に保湿してる感じですね。はい、で、その後ですね、日焼け対策はもうしっかりしなきゃいけないので、日焼け止めを塗っていきます。って言っても、いつもとじゃあ何が違うのって言われたら全然変わんないんですけど、コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクションをしっかり塗ります。でもあんまりゴテゴテしてしまうと、今度ベースメイクがよりやすくなってしまうので、気持ち多めって感じですかね。いやー、変わらない。いつもと同じ感じで。私またこんな時にね、鼻の下にもね、ニキビができちゃって。大体花粉症の時期は、鼻をね、よく触るんですよ。もともとちょっと鼻のアレルギーを持っていて、鼻を触る癖はすごくよくあるんです。はい、で、下地です。ポーラ BA デイセラム、ブライトアップです。これね、春夏用なので、秋冬用の、ね、下地とファンで欲しいなと思ってるんですけど、まだこれでいってます。そう、まだね、ちょっとね、名古屋がまだ暑いっていうのもあるんですけどね。もう、10月に入っても、昼間は全然半袖でも大丈夫です。もうこの夏の下地すごくいいんですよね。ワントーン明るくなるから、顔が。でも、今度出た秋冬は、あまりトーンの変わらない保湿重視の下地になっているので、私はね、夏の方がどちらかというと、今のところ好きですね。はい、で次はファンデーションです。ファンデーションも本当にいつもと一緒です。ポーラー BA クリーミーファンデーション L です。P1 のカラーです。はい、スポンジで伸ばしていきます。はい、で今ファンデーション塗り終わって、こんな感じです。はい、まだ全然見えてますよね。これをコンシーラーで隠していきます。はい、まずはですね、ちょっとここにもやっとしたシミがあるので、いつものナーズですね。ソフトマートコンプリートコンシーラー。はい。これをいつも通り塗っていきます。目の下あたり。ちょっとこの頬の高い部分は叩き込む感じで入れます。優しくですけどね。あと目の下だけブラシで伸ばしていきます。はい。で、このあたりに塗ったのは手で伸ばしていきます。薄く優しく叩き込みながら。はい。で、まだここに全然残っているので、今からまたコンシーラーをかぶせていきます。こんな時に本当に大活躍してくれるのが、資生堂のスポーツカバーファウンデーションです。はい。これは私はH100 というカラーで、少し固めのテクスチャーになってます。まずはですね、指でこの一番大きなところに当てます。では、こんな感じで塗っていきます。本当に軽くちょっとトントンってするだけで綺麗になりますよね。ちょっと肌の色とは違うんですけれども、シミはね、すごく綺麗に隠れてくれます。で、一度小さい歯ブラシ型ブラシで周りをぼかしていきます。もう本当パテ職人みたいになってますね、私ね。もうパテですね、これは本当に。まだね、気になるようだったら、また重ねて同じことをしていきます。あと、これはほくろかもしれないって言われたんですけど、ここも、この三角形ですね。まあ、ほくろだったらね、私隠さなくてもいいかなと思うんですけど、これも、せっかくなので隠していこうと思います。はい、綿棒を使っていきます。綿棒でちょっと取って、ちょんとつけていく感じですね。この綿棒の何もついてない方で周りをぼかしていきます。まあ、ちょっとね、この辺もまだもやっとしてるので、少しだけ押さえていきます。
い、こんな感じで。はい、でいつもだったらこの後パウダーするんですけど、今日はねここのコンシーラーで隠した部分にまたさらにパウダーファンデーションを重ねていきます。よれにくくするためですね。で今日はですねカバンマークのジャスミンカラーパウダリーファンデーションです。このファンデーションをさっきコンシーラーで塗った場所に軽くポンポンと押さえる感じで塗っていきます。ちょっと細めの筆を使っていきます。はい、で軽くですねこすらずにポンポンと撫でる感じで塗っていきます。コンシーラーを塗った部分よりオーバー気味に塗っていきます。コンシーラーをかぶす感じですね。覆う感じで塗っていきます。はい、こんな感じです。ちょっとねファンデーションの色は少し濃いめだと思うんですけれど、シミの部分ではすごく綺麗に隠れてますよね。はい、で今からですねパウダーとかいつも通りの工程のメイクをしていくんですけれども、でパウダーも本当にいつも通りですね、コスメデコルテの今はもう AQMW が出てるんですけど、私はマジーデコを使ってます。はい、私は11番です。はい、では今からハイライトを塗っていきます。でいつもの大好きなセザンヌを塗りたいんですけど、今日はちょっと我慢します。はい、でマスカラとかアイメイクが崩れないために目の下すぐ、あと T ゾーンはハイライトを塗っていきます。いつものキャンメイクハイライター05です。なんかもう本当にこれ出過ぎですよね。出演回数多いですよね。でこれで一旦アイブロウ、アイメイク、あとリップを仕上げていきたいと思います。はい、では今ですねアイメイクが終わりました。ちょっとねアイメイクはね割愛しちゃいました。本当にいつもと同じようなアイメイクです。本当に同じ感じで今は、チークとリップが塗ってない状態ですね。でまず先にリップを塗ろうと思います。今日はこれを使っていきます。スックのモイスチャーリッチリップスティック05番ですね。直接塗っていきます。はい、こんな感じです。さあこの後に塗るチークをあまり濃くしたくないので、少し色のついたものを塗っています。でも本当に濃くないですね。唇が明るくなるような、顔がパッと明るくなるぐらいの濃さです。でここでチークを入れていくんですけど、できれば触りたくないここはねもう触りたくないですよね。せっかく綺麗に隠したから。ただ私は顔色が悪くなっちゃうので、さらっとここに色を入れたいなと思って、はい、入れていきます。で今回使うのがビセリシェホギオンチークス PK801 です。クリームチークとかを使ってしまうとやっぱりよれてしまったり取れやすくなってしまうので、これを隠した後はパウダーチークを使います。はい、でしかも薄すぎなくて濃すぎないチークカラーを選びます。でブラシに取って手で様子を見ながらのせていきます。本当にポンポンポンってスタンプを押す感じですね。はい、こんな感じです。ここはね極力触らないっていうのが鉄則ですね。で本当はねもう触りたくないのは山々なんですけど、ツヤが欲しいので高い位置にさらっとハイライトを塗っていきます。はい、もう私の一押しの商品です。ハイライティングパウダー01ピンクグローです。これを本当にさらっとだけ塗ります。本当にさらっと、もうねツヤが欲しいから本当にさらっと塗らせてください。本当は塗らない方がいいと思います。もう極力触らない方がいいと思うけど塗りたいさらっと一はけで終わらすようにします。はいはいはい、ということで今日はですねシミ治療の後のベースメイクですね。本当に私が勝手にやってることなので正しいのかどうかもわからないんですけど、本当にいいやり方っていうんですかね、もっと最適な方法があるかもしれないので、またよかったら教えてください。はい、そう、私は今のところスポーツカバーファウンデーションで隠して、その後にパウダーファンデーションをのせるという方法が今しっくりきてます。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。